本日のモーニング、アメリカンビリッジなんて読むかわかんないカフェに来てます。で、朝ごはん、朝一発目のアイスコーヒー、アメリカ。そうなんですよね。今日は快晴ですと信じたい。バンタカフェにやってきました。星野リゾートかな、はい、あそこに今から乗り込んで1年以内ハンバーガー食いたい。ここ来たかったんだよ。さあ行きましょう行きましょう。那覇市内からだいたい泊まってなくてもこう来れるこれ、ね、耳寄りですよこれは。そうね、宿泊者じゃなくても来れる。でも今建物が遮ってるからあれだけど、普通にオーシャンビュー、カフェゾーンもあるし、ちょっと下の方にも降りれるらしいの。うんうんうん、はい、マーサントロピカルフェア。マーサン、マーサン、マーサンって誰ね。チラさんの友達だよ。よし、バンタカフェ。ああ、ここからちょっと刺激的なので、一旦カフェからの景色。そうね。どっちもぼやけてる。ラフテーバーガー。ケチャップ的なやつなんだ。ラフテーの下にさらにパテが、あ、これ顎外れるかもしれない。ピクルス。さっきと同じ。溶けます。じゃあラフテーバーガーいただきます。ごちそうさまでした。ビーチ、なんかよくわからない漂着物。こんなの漂着したら嫌だけどね。なんか、うん、そう、でっかい火山にミサイルの弾頭みたいなの来てる。あの建物の作りが波の音を反射させるのにいい作りらしいですね。本当にこう沖縄感のある、ところどころで本当にブクブクして、あ、穴から多分呼吸のあれが、あ、カニ？
カニ？ほら、ここにいる。あ、やばい、濡れちゃった。濡れるとめんどくさいことになる。ここにカニっぽいのがいるんだよ。近くにあった岩、洞窟みたいなの。ムービーで行くよ。オッケーオッケー、全部撮ってる。あ、うまっ。うまいです。これはいただいてください。手作り味ジーマミー豆腐浜食品さん、はい、試しも売ってるのね。そう、気軽に行けますね。なんでそんなアナウンサー口調なのよ。はい、こちらのねご主人さんと奥様、パートナーさん。テレビで見たところなんか見つかるためって思う。そう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 。